はい、皆さんどうも、コメット&ミントです。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、今回するのはスーパーマリオギャラクシーです。今日がね、2022年9月8日です。LINE のコメミンチャンネルというアカウントがあります。これはお知らせです。サブアカウントもあるんです。なんだっけ、コメミンサブチャンネルのアカウントもあるんですが、コメミンチャンネルの方でね、メンバーシップになっていただくと、YouTube に投稿動画を早く見ることができるようにしていますので、もし興味があればよろしくお願いいたします。なんだこの中途半端な感じは。え？いや、これ 3D コレクションだけど、この3つも作ったっけ、データ。わかんない。まあ4番で行きましょう。はい、作りましょう。セーブ中。マイコアマリオで一緒。当時はね、ミー選べたんだよね、確か。うわほー。ちなみにジョイコン。日本持ちでやってます。プロコンはね、振るのが大変。では、遊びましょう。まあ、いつも通りね。スター一つ取ったら終わってやりたいと思います。その年のキノコ王国の空には天を覆うほどの大きなほうき星がありました。100年に一度訪れるそのほうき星からたくさんの星屑が大地に降り注ぎ、星屑はキノピオたちによってお城に集められ、それは大きなパワースターになりました。キノコ王国の人たちにとって、とても幸せなことのはずでした。これは、星の恵みをお祝いする100年に一度の星屑祭りの夜。マリオへ、星屑祭りの夜にお城で待ってます。渡したいものがあるの。ピーチより。という、お手紙がピーチからマリオへ届いたということですね。で、マリオは、やっはーって言ってますね。テンション高いね、マリオさん。ジョイコンでないとね、この、ポインターとかスピンがね、まあ、まだスピンのあれがないね。プロコンはちょっとやりにくそうなんでね。まあ、当時は、Wii リモコンとヌンチャクなんで、それに近い感覚でやろうと思ったら、やっぱりジョイコン2本持ちだね。お？と思ったら、街が破壊された。さあ、クッパ戦艦が攻めてきたぞ。いっぱい来たねー。わー、ピノピオが閉じ込められた。なんか、封印されてる。大変だ、大変だ。さあ、ピーチが、お、チコじゃん。チコを抱えてピーチがいる。さあ、飛行船が。飛行船？戦艦？どっちだろう？まあいいや。さあ、クッパがいるじゃないか。近づいてきて。さあ、どうする気だ。キノピオが守ろうとしてる。ピーチ姫。我が輩の作る新しい銀河の誕生に、立ち会ってもらうぞ。おい、キノピオ、ピーチに隠れてどうすんだよ。うわっは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 。星屑の恵みに感謝。こんな声か？もう自分でわかんなくなってくるんだよね。なんか UFO 来たよ。この UFO やばいよね。さあ。スピンがまだできないからさ、これが壊せない。大変だ、大変だ。ヘルプー。さあ、映像が入ります。UFO が何をしようとしているのだ。お？
なんか、レーザーを放つぞ。地面ごと、持っていくつもりだな。いや、まあ、知ってるけどさ。ピノピオ、大当て。お城ごと持っていきまーす。いや、なんか普通にこんなうまいこといく普通どっかでバランス崩れて落ちそうだよね。建物とかピーチ姫のお城、ピーチ城が落ちるぞ。さあ宇宙へやってきました。さあマリオはどうしてる。いるじゃん、マリオ。おっと、カメック登場。お前は地べたでのた打ち回ってろ。どっか行っちゃいました、マリオが。マリオー、ということで、マリオはどっかに飛ばされました。お、この声は。ツンツン。おや、マリオ、目を覚ました。目が覚めた？じゃあ遊ぼうよ。まあ操作説明みたいな感じかな。 B でジャンプって今言ってたよね。まあ題材は知ってるんだけどね。やったことあるし、当時は小学生でしたね。 Wii でやった時は楽しかったなぁ。今やっても楽しいよ。鬼ごっこしようよ。みんなを捕まえられたら子がどこか教えてあげる。キュート。スターピースはね、後々いるのよ。おっと、そっち行ったか。待て待てー。待て待て、なんかが見にくいなー。捕まえたー。け、捕まっちゃった。ああ、あの中に隠れりゃよかったな。と言ってヒントを教えてくれます。ありがたい、ありがたい。で、どこにあるの、その穴は。イェーイ、発見。待て待てー。おー、待て待てー。なかなか素晴らしい声じゃないか。なんかすっげー画面見にくいんですけど。チェ、捕まっちゃった。土管に隠れりゃよかったな。ほうほう、じゃあ土管にいるんだね。教えてくれてありがとう。オーライター、待て待てー。早いな、案外。待て、わー、急に曲がったな。なかなかやるじゃん。待て待て、よし、捕まえた。あー、残念。すごーい、みんな捕まえたね。あなたなら、ママの力になれるはず。ということですね。ママだって、まあ、皆さん、多分ご存知の方は多いと思いますが、あの方です。今マリオシリーズによく出てる、マリオカートやスマブラにも出てるね。ロゼッタですよ、ロゼッタ。マリオパーティーにも出てますね。いやー、すごいね。このヘブンズドアからずっとあなたを見ていました。私の名はロゼッタ、星を見る者。大切な人を取り戻すには、星々を渡る力が必要です。あなたにチコをお貸ししましょう。
お、スピンね。打ってくるくる、ワイでもくるくる。あなたと同じく、私たちにも災いが降りかかりました。そのチコと共に、どうか私たちの仲間、グランドスターをお救いください。星屑の恵みがあらんことを。スーッと消えていった。すごいな。で、どうすると?こういう壊せなものには、スピンです。で、スピンね。オッケー。振るのがいいよね、やっぱり。どっち振ってもいいんだね。さあ。ヘブンズ・ドア・ギャラクシーですね。確か。はい。お待ちしてましたー。さあ、リンゴ用意しました。けどインセリアだってこの粉に、これじゃ星が飛び出せません。こちらはどこだー。足元にキラキラを探してください。おっと危ない。さあ、どこにあるんだ、あと一個。おいちゃプキノコがあるじゃないか。マリオの残り人数が一人増えた。ところが、セーブして終わっても、残り人数はセーブされなかったはず。と言っても一気にやるのはしんどいからね。あー、閉じ込められてんのね。こっから出して、敵の誰かが鍵を持ってるはずです。スピンだって。多分ね、だいたい覚えてんのよ。こいつだ。多分こいつだろ。ほら、一人だけなんかちょっと違うもんね。いやー、当時よくやったからね。ありがとう。上の要塞の仲間も助けてくれますか?いやーだねって言ったらどうすんだ?ははは。スターリングに返事します。へ、ん?しーん!お、ちっちゃいスターリングだ。邪魔するやつはスピーンですよ。さあ。スピーンですが、なんかでかいのいるね。ぴよーん。はい。カリオゲット。お、土管がありますね。これは土管に入るのかな?なんでそっち上行ってんだ?スチップを下に倒したのになんで上に行くんだよ。これがね、3G のね、難しいとこですよ。個人的に。一人で?この中にも仲間が。お待ちしてました。あれはグランドスター。僕たちの仲間です。あのマシンでグランドスターの力を吸い取って何かを作ろうとしています。このままではグランドスターが死んでしまいます。どうかマシンを止めてください。うんうん、グランドスター、助けてるんだね。わかったよ。頑張るよ。これを全部青にするのかな?いやー、グランドスターが死んじゃうのはダメだよ。なんでば、なに、どういうこと?操作ミスったのよ。うん。はい。いや、知ってます。昔やったんで覚えてますよ、ちゃんと。ほらー。はい、マシーン。バイバーイ。はい、ほう。無事でよかったね、グランドスター。おっと、クリボーが散ってるが、はい、取ったグランドスター、ゲット。さあ、お、大きくなったね。そして、少し明るくなったね。お、リフトが動いたね。で、一つ光って、そこが開くと。一つ目、解放。ヘブンズ・ドア・ギャラクシー。囚われし、グランドスターの竿を手に入れた。スターピースいるんだよね。テラスね、オッケーオッケー。おお、天文台の時に火が戻りましたな。うん、6等星だって。
グランドスターを救えば、これがどんどん大きくなるんだよね。大きい星の天文台。旅をしてて、謎の引力に惹かれ。ああ、取られちゃったね、力を。パワースターを取られたと。で、動かなくなったと。ああ、クッパが拾ったのね。もう最悪じゃん、クッパ。お願いがあります。うん、ふんふん。さあの力で蛇口を移すと。はいはいはい。ドームという丸い部屋です。おしみのテラス。おしみのテラスに行き、そこから見えるギャラクシーのパーサーをお救いください。なるほど。パーサーを集めれば、この手物でも星分裂として回復して、敵の行方を終えると。さあ、マリオ頑張るんだ。さあ、セーブだね、まず。はい。というわけで、今回はここで終了です。次回も頑張りますので、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。